今回マックスウィンとラブーンのコラボ企画ということで特別な販売枠を設けていただいております。 MDR-PRO1 こちらの商品購入していただけますと3年保証はもとよりラブーンによる MDR-PRO1 のサポート代行いたします。また修理交換の際の手順の差別化、初期不良対応での差別化と、マックスウィンとラブーンのコラボ企画でしか受けれないサポートをご用意しておりますので、ぜひ興味のある方はマックスウィン、ラブーンのコラボ企画ご覧になってみてください。今回はこちら私の動画の中では初めての試みとなりますガチの比較動画をしたいと思います。で今回の比較はこちら。マックスウィンの最も上位機種となっております MDR の PRO1、 それからこちら MDR の A002、 こちら車内カメラになりますので B の方になります。こちらのガチでの比較を今回していきたいと思います。特にどちらのドライブレコーダーを選ぼうかということで非常に悩まれている方いらっしゃると思いますので、仕様の比較をしながら違いを今回解説していきたいと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になってみてください。それでは仕様の比較をしながら違いを解説していきたいと思います。特にこちらどちらを選択したらいいのと悩まれている方にとっては耳寄りの情報になるかと思います。1つ目、モニターのサイズになるんですが、こちらは 9.2 インチで、こちらは8.88 インチということで、こちらの PRO1 の方が少しインチとしては大きくなっております。で、このモニターの素材自体は、こちらガラスレンズ式になっておりまして、こちらもガラスレンズになっております。なので、事故を起こした時に、ドライバーもしくは助手席に座ってらっしゃる方に飛散をすると。ガラスの飛散。まあ、そういったものを防止できるということがありますので、両方とも安全性ということは確保されているということになっております。まあ、9.2 インチと 8.88 インチなので、ほぼ、まあ、同じぐらいの大きさ、ちょっと形が全く違うっていうのはあるんですけれど、こちらの 9.2 インチの方は、さらにこの幅が約24センチあります。なので、純正採用されている通常のミラーとほぼ同じぐらいのサイズになっておりますので、この寸法が純正同等のクオリティを再現していると言ってもいい、ちょうどいいサイズ感になっているというのがまず一つ特徴になると思います。でこちらの A002 に関しては、まあ、サイズさほど大きく PRO1 と実はそんなに変わっていないんですが、この縦の幅がやはり少し PRO1 に比べると大きくなっておりますし、何よりも長方形になっておりますので、まあそういったところのこの形の違い、それに対してこうつける車のこうインテリアとのマッチング、その辺が好き嫌いが左右されてくるところかなと思います。で次、2つ目なんですけれども、このミラー自体の輝度値になります。で、こちらの方は、1800カンデラで、こちらの下の方が1200カンデラということで、両方とも IPS 液晶モニターを使っているということがあるんですけれども、これによってどういうところに着目していったらいいのかと言いますと、この映り込みになります。特にこの昼間です。昼間この液晶の輝度値が低くなってたりすると、こう映り込みが結構気になったりすると思います。今こう私でこうやって今動かしてるんですけれども、この映り込みによってこの液晶表示されてるこの画像というものが少し視認性が悪くなってしまうっていうのがあります。まあ、その辺をできるだけ視認性を最大限上げようということで、こちらの PRO1 は1800カンデラということで、今までのデジタルミラードライブレコーダーではもうない最も高い輝度値を持っている液晶モニターで、下は1200カンデラということで、まあ、PRO1 に比べると少し落ちるんですけれども、それでも純正と同等の輝度値を持っていると、
まあ、いうことになっておりまして、まあ、このことから映り込みはもちろん機能性という意味において映り込みというのはもちろん PR-01 の方が少ないというのもありますし、もう一つはこうパッと見ていただいてこの液晶の画面自体も PR-01 の方がはっきりと映っているのがわかるんではないかと思います。こういったところが少しこう商品性の違いとして大きく出ているところになっております。次なんですが、ドライブレコーダーとしての耐久性に非常に大きく影響出てくるところとして消費電流になります。でこちらの消費電流は 1.4 アンペアで、こちら2アンペアということで結構消費電流が大きく異なっております。で夏場特に今まだそうでもないんですけれども、このドライブレコーダーを触っていただくと非常に発熱している状況になっております。発熱の状態、熱くなりすぎてしまうと作動温度範囲を超えてしまうような状況になってしまうと、いきなりシャットダウンしてしまうといった場合もありますし、一番大きいところとしてはやはりこのドライブレコーダーの中に組み込まれている半導体が発熱しているといった状況になります。で半導体がついていて、まあ、そこに基板があるわけなんですけれども、発熱の状況によっては基板が破損してしまうという恐れも出てきますし、温まって冷えて温まって冷えてっていう繰り返しで使われているということがありますので、まあ、それによってサーマルショックをもちろん受けているわけなんですけれども、その温度幅がやっぱり大きすぎてしまうと基板の耐久性、すなわちこのドラレコの耐久性にも大きく影響してくると。それが消費電流によって発熱量が変わってくるということです。こちらというのは 1.4 アンペアということにしている理由っていうのは、できるだけ発熱量を抑えるということ、そこがまず一つ大きなポイントになっております。こちらは中国や台湾の日系自動車メーカーのディーラーの純正オプション装着されているドライブレコーダーがベースになっておりますので、純正採用されているということで、やはりこう耐久性っていうものがすごく重要視されております。まあ、そういった意味からもこの消費電力っていうものを従来品に比べてかなり落としている。 1.4 アンペアというと結構低いですね。消費電流を抑えて発熱を抑えて耐久性を上げているというのがこちらになります。こちらは通常のドライブレコーダーの2アンペアということになっておりますので、消費電流の違いというのがあります。次はカメラ。今こちら後ろにカメラついてるんですけれども、こちらのカメラがこの PR-01 のカメラで、こちら今裏にあります、これが A002 のカメラになるんですけれども、このカメラについてるケーブルの方式が異なります。でこちらの方式というのが LVDS という方式のもので、今までの社外のドラレコでは採用されていなかったもの、まあ、純正とかでは採用されている例というのがあります。ローボルテージディファレンシャルシグナリングの略なんですけれども、まあ、そういった方式のケーブル、こちらの A002 で使っているものというのは AHD ということで、アナログ解像度転送方式と、まあ、いうことになっております。でこの違いがじゃあどこに影響してくるのかと言いますと、実は LVDS という方式のケーブルを使うことによって、低消費電力、それから高ノイズの耐久性、それから高速伝送で、さらに、まあ、私この車ミニバンなんですけれども、特に配線が長くなる車においてはすごく有効的なんですが、長距離伝送ということで、非常にこのドライブレコーダーを使うにあたったより有効的なケーブル方式となっているっていうのがこちらの PR-01 になっています。それによって消費電力が下げられるわけなので、まあ、先ほど申し上げた通りで最大消費電流が 1.4 アンペアに抑えられている、その一つの理由としては LVDS ケーブルをつけることによって発熱を抑えることができる。でカメラ自体もおそらくそこそこ発熱します。でこちらの A00 にも結構カメラ熱くなるんですけど、かなりカメラ自体も熱くなりますので、カメラ自体の消費電流自体も抑えられるということがありますので、やはりこう耐久性に大きく効いてくるということ、それからノイズが抑えられるっていうのもすごく大きなところで、こちらに搭載されているアナログの伝送式になってくると、ケーブルが長くなってくると、ノイズが乗りやすくなるっていうのがやはりあるみたいです。で、
こちらはやっぱりノイズが乗りにくいということで、こう見ていただくと映像からもわかる通りで、こうくっきりしてるのがこっちで、こっちがシャープに映ってるとしたら、こっちは少しぼやけてる感じに見えると思うんですけれど、これも伝達方式の違いがもう明らかに出ている理由なんではないかと思うんですけれど、こういったモニターの解像度にも大きく影響が出てくるということで、こういったケーブルの方式にこだわってるっていうのが違いとして挙げられています。次はカメラになります。カメラに関してなんですけれども、こちらの PRO-1 は200万画素のフロントリアのカメラを使っているようです。で、こちらに関しては公表されていないと、まあ、いうことになっております。で、カメラ200万画素、こっちが200万画素で、こっちがまあ公表されてないんでわかんないんですけども、まあ大体同じくらいなのかなと思いきや、でも見た目がかなり違うよねっていうところが、やはりこのケーブルの方式が大きく異なるので、まあこれだけの見た目の違いがあるんではないかなということが、まあ推測できるかなと思います。次、視野角なんですけれども、こちらの PRO-1 の視野角は水平125度になっております。で、垂直側がこちら。74度となっております。対して、こちらの A002 は水平が117度の高さと不明になっております。で、今度後ろに行きますと、こちらになりますが、水平が68度。で、高さ方向が27度。で、こちらの A002 は85度という設定になっております。で、ここで比較していることなんですけれども、まず、こちらのフロント側、こちらになります。この比較なんですけれども、まあ、両方とも、広範囲の収録のための、まあ、画角ということで、まあ、フロントというのはドライブレコーダーとして、まあ、機能させるということに、やはり重きを置いているっていうのが、まあ、両方とも言えるところになっております。なので、まあ、125度に対して117度なので、まあ、少し違いっていうのはもちろんあるんですけれども、まあ、こちらの方がまあ広角で、まあ、こちらの方が少し強角になっているとまあいうこと。まあ、目的は両方とも同じ目的で定められていると、設定されているということになります。で、今度後ろなんですけど、後ろは結構違っておりまして、こちらなんですが、こちらは85度で、こちらが68度ということで結構差があるんですけれども、まずこちらの PRO-1 はその理由がはっきりしておりまして、まあ、強角にすることによって、まあ、距離感を埋めているということになります。まあ、こういうふうにミラー越しで見ていただくと、この後ろの距離感というのがなんかつかめると思うんですけど、まあ、後ろにインプレッサー止まってますが、まあ、この距離感ですよね。実際の距離感に対して、このモニターとの距離感に乖離がないかどうかっていうのが結構重要なポイントになってくるかと思うんですけれども、まあ、それを強角によって対応していると。で、こちらに関しては、さらに熱線の映り込みを少なくするということがありまして、やはりこの PRO-1 っていうのはこのモニターこの画質です。そこにすごく重きを置いて開発しているということもあるので、熱線が入っちゃってたりするとやはりこう見た目でも嫌ですし、私もそうなんですけどもよくあるんですけれども、他のメーカーのドライブレコーダーでカメラをつけて熱線がこう入っちゃってて嫌だなと思う時があるんですが、まあ、そういうのがこれはないということで、美観も損なわないようにということで、まあ、68度という設定になっております。で、こちらはやはり通常のドライブレコーダーと同じになっておりまして、まあ、さらに違いは調整がパネル上でもできますし、さらに後ほどご紹介するんですけれども、実際に収録されている動画のピクセル数というのが、こちらは 1080p なんですけど、こっちは 384p しかないと、まあ、いうこともあったりするんで、こちらはもう固定になっちゃってます、このアングルが。カメラの置く位置によって異なるんですが、基本的にもアングルが固定。で、こっちはアングルが固定されてなくて、1080p の中でアングルをこう調整することができるので、まあ、自由度があるっていうことです。まあ、それによって、まあ、強角でなくても、そこそこ、こう、広角で、で、あとは、これしかもデジタルズーム機能がついてますので、調整機構もついてるので、ある程度融通が効くっていうところがあります。まあ、そういうところから、まあ、汎用性を持たせて、かつドライブレコーダーとしての機能も持たせつつ、で、さらに、こう、モニターとしての、こう、違和感もできるだけ少なくということで、デジタルズームももちろんついているので、まあ、85度という設定になっているということになっています。
で、次大きなところなんですけれども、まずフレームレート、フロント側に関してなんですけれども、こちらの PR1 は 27.5。これは 27.5 というのは、このモニター上のフレームレートになっております。で、収録動画上のフレームレートは 30fps ということになっております。で、さらに A00 にも同じで 27.5fps。収録動画も 27.5fps となっております。まあ、こちらはだから、フロント同士で見ると、差というのはほとんどないと、まあ、いうことになっています。で、また今度後ろに行きますと、後ろがやはりこだわって作られておりまして、こちらの PR1 は 60fps。で、こちらの A00 にもやはりこだわっていまして、60fps ということで、まあ、同じフレームレートで最高の視認性を得ていると。で、ちなみに、ラブンブログでも書いてあるんですけれども、テレビの映像周波数というのは 60Hz となっております。まあ、1秒間に60コマ更新されるようになっているんですけれども、こちらも同じでフレームレートが 60fps ということで、60フレームで映るようになっています。なので、テレビと見たときに全く違和感のないのがこの 60fps ということになっておりまして、それよりもフレームレートが落ちると少しこうカクカクしているように見えるようになります。でも逆に今度60から120とかに上げていったときには、そんなに大きくこう変わらないっていうのがあるんですけれど、そういった意味で、まあ、通常テレビに見慣れている方すごく多いと思うんですけど、やっぱり 60fps っていうのが一番実際の被写体の動きと乖離がないということで、まあ、そういった意味からも 60fps っていうのが一番このデジタルミラードライブレコーダーで導入するフレームレートとしては最適なのかなということになります。はい、それから次なんですが、解像度になります。ここは非常に大きな違いになってくるんですけれども、まずはこちらのフロントの解像度なんですが、これは 1920×1080p ということで、通常の市販のドライブレコーダーと同じサイズの解像度となっております。で、決定的に大きく違うところ、通常の市販で売ってるドライブレコーダーと大きく違うところが、こちらになりまして、これミラー上ではわからないんですけれども、動画自体をパソコン上で見てみると非常によくわかるんですが、1920×384p ということになっております。そこが非常に大きな違いになっております。なので、この高さ方向、1080p あるものをわざわざ 384p まで落としているということになります。ここになります。384p とまで落としているということになります。対して、1920×1080p ということでフル HD 相当と。リアに関しても 1920×1080p と。こちらもフル HD 相当ということになっております。で、こちら PR1 なんでフル HD 相当にせずに 384p にしたのかっていうことをご紹介するんですけれども、その理由というのは、1080p から 384p にすることによって、データの処理が非常に楽になるということです。まあ、それによって消費電流というものが抑えられるようになるよということです。冒頭から何回もご紹介している通りなんですけれども、後ろはとにかくこのミラーのこの幅、ミラー越しで見える幅までにサイズを抑えておいて、できるだけモニターの画質は落とさない。だけども、消費電流を落としたいということで、データの処理によって消費電流を落とそうということで、384p まで落としているということがあります。まあ、さらに、この SD カード 64GB が入ってますけれども、できるだけ動画の容量を、保存できる容量を増やすということももちろんあるんですけれども、やはり大きいところとしては、これは純正採用されるっていうのが大前提としてあるので、やはり消費電流というものを抑えて耐久性を上げる。発熱量を抑えて耐久性を上げるということで、後ろはもう必要最低限のピクセル数にしていると、まあ、いうことになります。そこが非常に大きな違いです。で、こっちはもうやっぱりドライブレコーダーとしての機能を最優先ということにしているので、1080p からピクセル数を落とすということはもちろんしていないということになっております。今度は動作温度範囲、それから保存温度範囲というものがありまして、違いがあります。で、こちらの PR01 はマイナス30度からプラスの80度という設定になっております。で、保存温度範囲というのがマイナス40、
からプラスの85度ということで、で、それに対してこちらなんですけれども、フロント、リアともにカメラという設定になってるんですが、このカメラになります。で、この温度自体がマイナス10度からプラスの60度ということなので、プラス20度の温度の差があるということになります。なので、消費電流を2アンペアから 1.4 アンペアに下げることによって、動作温度範囲というものをプラス20度上げているということになっております。そこがかなり大きく違いがありまして、さらにもう何度も言ってるんですけれども、半導体の発熱による耐久信頼性を上げるということで、この作動温度範囲からプラス20度の違いがあるよということになっております。なので非常に耐久性として高いものになっているということが伺えるかと思います。で、次なんですけれども、イメージセンサーになるんですが、こちらの PR01 はイメージセンサーは特に書いてなくて不明となっております。こちらに使われているイメージセンサーは IMX307 がフロントに使われてまして、リアは IMX462 というものが使われております。そこが大きく違うところになっております。後ほどご紹介するんですけれども、イメージセンサーが不明であるこちらと、ソニーのイメージセンサーがこちらが付いているわけなんですけれども、露光性能がどのぐらいあるのかというのがすごく気になるところかと思いますので、まあ、そこは後ほどご紹介をしていこうと思います。で、最後に駐車監視になるんですが、駐車監視は、まずこちらなんですけれども、オンオフしかついておりません。要するに衝撃検知のみしかついてない仕様になっております。で、こちらに関しては、ドライブレコーダーとしての機能が優先になってますので、タイムラプス衝撃検知、タイムラプスプラス衝撃検知ということで、こう、3つの方式の駐車監視というものがついているということになります。この違いというのも何かというと、もうこれも何回も言ってる通りなんですけれども、耐久性に考慮しているということです。衝撃検知だけですと、衝撃を検知した後に、このドライブレコーダーがオンになって収録を始めるということに対して、こちらはタイムラプスなので、常に動画を収録している。で、衝撃が検知したところで、緊急録画として動画が収録されるということで、こちらも常に動画が収録されているということになります。その違いが大きくあります。それによって、どういうことが起きるかと言いますと、やはりこっちはもう常に起動している状態。こっちは衝撃が走った時だけ起動する状態ということなので、耐久性を配慮した作りになっているということになっております。仕様の比較をしながらの違いを解説していったわけなんですけれども、その仕様の違いから何が言えるのかということなんですけれども、この MDR の PR01 は画質と耐久性にとにかくこだわっているということがまず言えるということになります。まあ、特に、このモニターの大きさもそうですし、IPS 液晶モニターの起動値、それから消費電力、それから LVDS のケーブル方式、さらには200万画素のカメラを入れているということ。リアの視野角は68度の強角で距離感、それから熱線の映り込みを抑えた配慮となっているということ。で、さらにフレームレートが 60fps になっていたりということや、リアの収録動画、縦方向のピクセル数を縮小するということ。まあ、それらによって、作動温度範囲というものが、こちらの A002 に比べると20度落としているということ。で、さらに、イメージセンサーもつけていないというのも、おそらく消費電力に配慮したものになっているんだと思うんですけれども、まあ、さらに、それを LVDS 方式のケーブルに変えることによって、おそらく画質自体も非常にいいものになっているんだろうということになるんですけど、で、駐車監視も簡易的なものを入れているということで、まあ、画質と耐久性というものにとにかく特化しているのが、この MDR の PR01 になっていると、まあ、いうことになります。そこが仕様の比較をしながら違いを見ていくと、まあ、分かってくるところになると、まあ、いうことになります。次にドラレコとしての収録動画の比較をしていきたいと思います。まずは昼間の前方のナンバー認識なんですが、両者ともに静的な状態、前方のナンバーの認識というのは可能であるというのがお分かりいただけるんではないかと思います。さらに今、車が前に進みましたけれども、右折するところのシーンで一瞬止めます。で、この状態のところで、
TRO1 は動的な状態でも数字の認識ができているのがお分かりいただけるのではないかと思います。さらに左折して入ったところで対向車が今止まっておりますけれども、このナンバー認識なんですけれども、まあ、できるものできないものっていうのがやはりどうしてもあったりするんですけれども、その中で動的なナンバー認識、やはり TRO1 の方が文字のつぶれが少なく読み取りやすいというのがお分かりいただけると思います。さらに今度は後方になるんですけど、両者ともに静的な状態、後方車のナンバー認識は可能であるのがお分かりいただけるんではないかと思います。でさらに発進しますけれども、まあ、発進した状態でももちろんナンバー認識くっきりとされているのがお分かりいただけると思います。でまた右側の対向車の動的なナンバー認識なんですけれども、やはり PRO1 の方が文字のつぶれが少なくてナンバーの認識というのはしやすいのがお分かりいただけるんではないかと思います。次にフロント昼間の HDR 機能なんですけれど、今トンネルに入ったところなんですが、 PRO1 の方が明るいところから暗いところに入った時の補正の処理速度というのが少し遅いというのがあるかと思います。 A00 にも暗くはなるんですけれども、やはり補正の処理速度が非常に速くて特に違和感のない動画が撮れているのがお分かりいただけるのではないかと思います。さらに出口、この暗いところから明るいところを撮るところでも PRO1 の方がやっぱ先が見えてないといった状態があるんですけど、 A00 には先がしっかり見えているので HDR 機能の補正能力としては非常に高いものになっているっていうのがお分かりいただけるんではないかと思います。次にリアカメラ側の HDR 機能なんですけれども、明るいところから暗いところに入りましたが、特にこう両者ともに違和感なく HDR の補正機能というのはしっかり働いているのがお分かりいただけるんではないかと思います。で今ちょうどトンネルの中を走行している状況ではあるんですけれども、まあ、ここからまた暗いところから明るいところに変わった時にどうなのかということなんですけれども、まあ、こちらも見ていただいてお分かりいただける通りで、暗いところから明るいところを出るところでいきなり光が明るくなってしまって周りが見えないといった、そういった状況にはなっていないので、両者ともに違和感のない補正がなされているのがお分かりいただけるんではないかと思います。次に夜間の暗視性能、ナンバー認識性能を見ていきたいと思います。今レガシーが左に追い越していますけれども、見ていただくとお分かりいただけると思うんですけど、文字のつぶれともないのが PRO1 でしっかりとナンバー認識ができます。さらに後方のカメラになるんですが、こちらランドクルーザーが追い越しをかけてくるんですけれども、非常に暗いところではあるんですが文字のつぶれともなくナンバー認識ができるのが PRO1 になっているのがお分かりいただけると思います。でさらにこちらの方は夜間の HDR 機能ということで、白飛びがあるかどうかなんですが、両者ともにナンバーの認識はしっかりとできるようになっているのがお分かりいただけるかと思います。でライトを今ライトを照らしているんですけれども、ライトを切った状態で見ていただきますと、この状態でも両者ともにナンバーの認識はできるというのがお分かりいただけると思います。少し2の部分が白くなっていて見にくいなという部分はあるんですけども、全体的にはナンバーの認識はできるといった状態になっております。さらに光が直接ナンバーに当たっている状態ですと白飛びが少し気になるところがあるかと思います。最後に防眩性能を見ていきたいと思うんですが、まずはフロントなんですけれども、ヘッドライトがこう照らされて乱反射しているという感じというのが PRO1 の方が非常に少なくなっているのがお分かりいただけるんではないかと思います。次に後方になりますと、今後ろにアルファードランドクルーザーがいますけれども、ヘッドライトの光がしっかりと輪郭を確保して光っているのがお分かりいただけると思います。で対して A00 には少しこうぼやけている感じがあって、こう周りがこう光っているような感じがあると思うんですけれども、盲言性能としては PRO1 の方が優れているのがお分かりいただけるのではないかと思います。はい、ということで今回は MDR の PRO1、 それから A002B、 こちらの比較を今回行ってまいりました。最終的に私のまとめとして所感を述べたいと思います。今回この2つのシリーズ比較してきましたけれども、
開発時点のコンセプトというものが全く異なる商品ということもございまして、まあ、こちらは画質と耐久性にとことんこだわったミラー型のドライブレコーダーになりますし、こちらはとにかくドライブレコーダーとしての機能にとことんこだわったドライブレコーダーということで、おのおので土俵が異なるものであるということが言えるのではないかと思います。ただ予想外だったのは、ドライブレコーダーとしての収録動画の比較の中で、ナンバー認識性能が非常に高いということに私も驚いたんですけれども、これは LVDS 規格のデジタル信号方式を採用しているということが非常に大きなメリットが生まれているんではないかということが言えるんではないかなと思います。やはりこの MDR の A00 には AHD 方式ということになっておりますので、仮にイメージセンサーがついてなかったとしても、デジタル信号方式を採用することによってここまでの差が生まれるんだということに非常に驚きを感じました。また A002 のカメラの解像度が不明なので気になるところではあるんですが、 PRO1 のカメラ前後ともに200万画素ということで、これはスペック通りの性能がしっかりと出ているということで、ナンバー認識性能も非常に高くなっているんではないかということが考えられるんではないかなと思いました。はい、ってことで最後になりますが、こちらの2つの MAX インの商品なんですけれども、 MAX インさんとラブーンのコラボ企画というのをやっておりまして、両方ともに3年の保証がつきます。さらに保証のみならずサポート代行も行っております。 Amazon、 楽天、 Yahoo ショッピングでは受けられない特典がついておりますので、ぜひこちら興味のある方は MAX インラブーンのコラボ企画もご覧になっていただければと思います。それでは長時間にわたり動画のご視聴ありがとうございました。失礼をいたします。